だから、なんて言ったらいいんだろうな。もう、やっぱ、早苗自体も、すごい、やっぱ仕事仕事みたいに、今なってたと思うし、で、それ自体は責められないのよ。せっかく、今仕事を楽しんでる時期だし。だけど、二人の、早苗、お前。まあ。あんな、あんなね、お前。あんなね。そうだな。で、だから、あんなね。もう。あんなね。から本当に申し訳ないって気持ちがありますわ。でも、早苗がまあ、そんなに泣いてくれてるなら、なんか、そっか、やっぱりもうちょっと続けた方がいいのかな。いや、本当に、生きてない。頭痛くなってきた。早苗、それ泣きすぎたら頭も痛くなるさ。早苗、大丈夫？だからまあ、二人のために俺は別れた方がいいぐらいに思ってたけど、まあ、早苗が、まあ、そんな風に、正直ね、俺的にはもう早苗ももう別れる方向だとは思ってたのよ。気持ち的に。だけど、まあ、早苗が、もう今日もそんだけまあ、ワンワン、もう、涙すごいよ、早苗、お前、大丈夫？大丈夫。大丈夫？もう、もう鼻も髪、もう鼻水出てるよ。もう鼻水出るぐらい泣いてるやん、早苗。大丈夫か、さなえ。さなえ。ちょっと落ち着いてきた。あ、落ち着いてきた。大丈夫、大丈夫。もう泣きすぎて、もう咳込んでるやん、さなえはん。めっちゃ目取って洗いたい。いやいやいや。泣いてそれ言う人あんまいねえぞ。でも、そうだね。早苗がそこまで言うなら、分かった。俺は正直、早苗も別れるような気持ちだと思ってたけど、別れるのやめよう。そうだね。いや、早苗もそんだけ泣いてるし、別れるのやめよう。分かっ本た。当に、お別れはする。え？ごめん、めっちゃうち花粉症だよ。あ、ごめん、うちめっちゃ花粉症だよ。ごめんね、ほんえ、と。か、え、花粉？いや、めっちゃ今年きつくて、しんどいよ、話。いくらでも涙出てくる。ごめんね、ちょっと。ああ、きつい。え、か、か、花粉？ああ、きつい。え、花粉で泣いてる感じ？い花粉に決まってるじゃん。や、だって鼻水も、あ、鼻水、そっか。あ、それくしゃみ？俺、すっごい泣いてるかと思ったら、あ、ヘックスって言ってたの？お別れはしないけど、お別れはないけど。あ、すっごい、あ、ごめんごめん、すっごい泣いてんのかと思っちゃってた。あ、花粉。なんか別れたくなくなっちゃった感じ？感じじゃなくて。別れたくなくなっちゃった感じじゃなくて。別れたくなくなっちゃった感じ。まあまあ、そうね。正直、あ、
あ、そっち、あ、そんな感じとは思っちゃったけど。あ、そごめん。う。でも、え、そんな花感粉じだったか。まだ。うん。花粉思い出か、すどうな。しよう。でも思い出すな。あ、もう別れるスイッチ入ってるね。思い出すなとか言ってるもんね。なんか、冬一緒にお鍋食べて、で、初詣行って、で、バレンタインで私、チョコ作って、で、なんだ、桜見、ごめん、思い出す。ダメだ。思い出の最中にももう花粉だわ。ちょ、ごめん、桜とか、ごめん。あ、思い出し花粉だ。もう今の花粉プラス思い出し花粉だ。え、じゃあさ、あの時さ、桜見に行った時めっちゃ辛かった？もしかして。なかったよ、マジこいつ殺してやろうかと思った、ほんと。こいつ殺してやろうかと思った？あ、ごめんごめん。そこまで思わせてたんだ、俺って。あ、その自覚はなかったわ。そこまで思わせてた、俺。いや、でも本当にいろいろ思い出すから、まあ、春終わって、夏行って、旅行行ったよね。なんか、箱根だっけ？なんか江ノ島箱海根行っ行こうったじて言っゃん。て。そう、楽しかったよ、うん、あれ。楽しかった。で、ね、花火してね、帰りね。で、楽しくてね。ヤキな、私誕生日あって。で、なんか二人で川沿い歩こうよ。ごめん、ブタクサだ。あ、ブタクサもなんだ。ブタクサ花粉もあるんだ。あ、そう。なんか、すごい。俺も急に、もらい込むしてきたな。あ、うん、そうか、ブタクサもしんどい、だいぶ。あ、思い出し花粉だ、思い出し花粉だ、あ、思い出し花粉だ。ブタクサ。あ、そう、あ、思い出し花粉だ。もう聞いただけで思い出し花粉だ。え、じゃあさ、結構さ、え、その箱根旅行も結構しんどかった感じ？しんどいよ。もうほら、湯の花か、湯の花、湯の花出てんじゃん。湯の花、うん。湯の花じゃん。湯の花じゃんなんだ。ごめん。お別れしよあ、そう、そっか、ごめんごめんごめん。はい、こちらう。こそ失礼しました。最後に言い残すこととかある？うん、いや、もうないな。うん。なんか私こんなは、感じだったら、うん、ない。うん、思い残すこともないわ。うん。私は、なんか、決して一緒に過ごした3年、一緒に過ごした、一緒に過ごした、一緒に過ごこしれた、最後か。これが俺らの最後なんだ。ちょっとやだな。うん、しんどかったーっていうの、花粉のことね、俺とのことみたいに聞こえるからやめて。しんどかった、うん、しんどかっ疲れたーっした、ていうのやめて。うん。ちょっと頭痛いから寝るから。あ、食べたか。あ、いやいや、うん、ごめんね、こちらこそ。はーい。あ、花見の時殺してやろうかと思ったんだ。すごいショック。